はい、皆さんどうも、こんにちは、ナッチです。ドラゴンクエストテリーのワンダーランドでいきます。またメンバーが変わりました。はい、まずはハグレメタルですね。ハグレメタルが増えました。メタルスライムをスカウトして、小さなメダル20枚でおじさんからメタルスライムがもらえたので、メタルスライムとメタルスライムを配合するとハグレメタルになります。なります。で作りました。まあそんな強くはないんですけど、まあ受け役として。で、こいつですね、黒龍丸。A プラス99になってますけど、ちょっと。いきなり黒い霧とか結構厄介なものがありますが、 A ランクにしてはかなり強いんではないでしょうかという感じです。でここのね肉を焼きたいと思います。今日ははい、兄ちゃん火の息が使える魔物を持っていないか、ギアオースを借りる。びっくりした、バーベキューセットが消し済みになったぜ。しかしこんなところに旅の扉があったなんてな。魔物を貸してくれたお礼にこの旅立てて、はい、使ってくれよと。まあこれはかなり序盤でも開けるところなんで結構簡単なんじゃないかなと。はい、では行きましょう。前のねダーリンチュパチュパでしたっけ、あ、図書館ですね。図書館で後悔しました。コードラか、いきなりコドラ。お、サーベルギズネまで。弱いですね。ハグレメタルでも一撃か。めっそーろ。外すなよ。黒竜丸。黒竜丸。黒竜丸の青い炎がかっこいいですね。経験値も少ないのでこれは多分コドラをスカウトしに来たりとかしか目的はなさそうなところではあります。ずったとコドラですね。まだお宝箱、結構最近は人食い箱が出てくることが多くなりました。あと壺から悪魔の壺が出てきたりとか、ね、結構あるパターンで小皿も怯えてますね。あとですね、肉を持っていない状態で旅の扉の中で冒険してると、なんかバザーにいた女の子のお父さんに会えるみたいなこともなんか言ってたんですが、肉を持たずに、これは、なんで追いかけてくるの、お前。あいつ、なんでしたっけ、名前。なんたらバッタですね。なんたらバッタか、なんたらギリス。名前をもう覚えていない。お、他の国のマスターがいます。まあ、こんな感じで結構、最近マスターが出てくるようになりました。なんか、可愛らしいメンバーだ。いいやついけ、いいやつ。来た。うえい。じゃあ、この人は回復してくれるんで、勝ったら。ガンガン行こうぜで、皆さんやってもらいます。バギマですね。イオですね。これ終わっちゃうんじゃないか、これで。イオ結構強い。暴走したー。うわ、回復したし。ホーリーラッシュ。まあ経験値がもらえると。でここでまあこの人はバニーの人は回復してくれて、さらにエッチな本などをくれます。本系ですね。エッチな本か、禁断のバイブルか、イケメンマガジン。さっき結構そのね助けられたんで、その本とかに P の本にね助けられたんで、よし、宝箱はなさそうですね。あれ下だったかな。怖いな、小ドラたち。
ここか。コドラとサーベルギツネとかしかいないな。あれ、なんか黒いものが見えるから降りる場所かなと思ったんですけど、これは普通の水ですが、なんか入ると変な状態になったり、毒とかになったりする場所もあるみたいですね。大空の扉とかではよくあります。お、マスターがいました。戦士ですね。男戦士のマスター。スカウトしてもいいんですが、マスターの魔物はかなりスカウトが死に、バラモスゾンビって拡大するんですか、膨張するんですか、てか倒せるのかこれ。ちょっと怖い、ほら後ろの人弱い、弱くないか、強いか。やめてください、やめてください、ゾンビ、ゾンビ痛い、やばい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 。ハグレーが落ちましたが、知らんがなお前、自分で殺しといてテンション、お前2回行動は3回行動はないって。ちょい、何一人で調子乗ってんですか。弱い、お前は弱いな、これは倒せないっすよ。バラモスゾンビは逃げるをしても多分逃げれないんだよこれ。いや、これは敵が悪いですね、敵が悪かった。いやでもこんなモンスターもいるんだなと。いやいや、いいからいいから、これあのギャオスたちが入った適当なメンバーなんで、まあ適当に逃げるでもして、どうせ回り込まれるんで。これ起こすとまた無駄な時間かかるんで、まあ、こうして、なんかあのブオン、ちっちゃいブオンとでっかいブオンのチームは見たことがあるんですが、こんな強いチームは初めてですね。いや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 、なんでこんな簡単な洞窟にいるんですか。いや、ランクが違うでしょ、あなた。まあいつかはああいう人のね、ゾンビもパクれるような強さになりたいですね。おいバッタやめろ、何お前嫌がらせ。上にはサソリくんか、よいしょ。スライム、なぜスライム、5ポイントしかない。あ、ちょっと待って。やばいやばい。みんな1だ。このままボスと戦ったら負けちゃうぞ。さすがに。弱くても。ペッペペッペペペペ。いいじゃない。もう上げときますか、一応。多分これはマスター、他の国のマスターはランダムでしょうね。すべて、強さも。強いダンジョンにいても弱いのは出てくるし、弱いダンジョンにいても強いのは出てくるし、みたいな感じじゃないでしょうか。よし、ボスは何かな？多分思い出します。あ、悪魔の騎士じゃないですか、これは。
風景で思い出せる気が。違ったわ。あれ、お前違うじゃん。あれ、こいつはまた別のダンジョンに初代はいたはずなんですが。ここだったかな。まあ、とりあえずいました、こいつは。なんたら、なんたら。そんなひずめ持ってんの、お前。あの、牛なんたら、ホーンじゃなかったですかね。ダークホーンですね。出っ歯切り。稲妻切り。顔が似てるな。攻撃って、お前。マスターのが強いやーみたいな。めえ、こんなに強いマスターがいたとはめえ。お願いだからオイラを仲間にして、こっから連れ出してほしいめえ。はい。仲間ですね。わたぼうきますね。めえとか言うのか。いった本当にこいつわかりやすいな。ナッチ見つけたね。それじゃあ一緒に帰ろうか。いや、ワタボーにこれ返してもらう必要あるのか。ルールはしろよって話なんですけどね、多分。はい。もう、普通にダークホーンでいいです。おう、ナッチよ、ダークホーンを倒したか。自分が旅の扉の主であることを忘れてナッチを襲ってくるとは。あやつの物忘れの激しさは自己スパーク並みだな。それ、言い過ぎ。お前、認知症だろ、みたいな。はい。お、なんか普通のことを言い出した、こいつはどうと。まあ、20枚も小さなメダル渡せば満足したんですかね。おう、勇敢だね、マスターナッチ。なんたらこうたら。はい。というわけで、次回は、今まだやってない旅の扉が2つありますので、そっちをやります。ご視聴ありがとうございました。